久保さん、あのー、ちょっとね、昨日だ、昨日多分久保さんから来てないですよね。多分昨日来てないような、来てるような。あのー、実は最近ですね、フェイスこのアカウント、Facebook のアカウント、全部友達削除,した削除したんですよ。削除というか、まあ、友達を外してったんですよ。で、久保さんも外したんですよ。 で理由としては、まあ、この Facebook のアカウントって、久保さんと、まあ、連絡用、やり取り用で使ってたんですよ。使ってるようなやつで。あのなんだあーなんだけど、一応友達申請が来たら、友達を押してたの、申請を承認してたんですよね。でそしたら最近、めちゃめちゃ海外の DM めちゃめちゃ来始めて、まあ、それはその海外の人めっちゃ多いですよ。で海外、分その友達、友達でこうなるんでしょうね。 でもううざいなと思って。で、もう全部友達消したんですよ。で、まあ、久保さんからね、あの、連絡来なかったんで、まあ、久保さんにどう見えてるのかわかんないですよ、僕は。友達外してるからね。でもしかしたら、あれ、友達外すと、これ、メッセンジャーできなくなるっけみたいなね。あれ、これできないのかなみたいな。<laughs> もしくは、久保さんが友達外れてるから、もしかしたらなんか、あの、あれなのかなみたいな。 なんかちょっと思いました、ね、でもまあ来たんでね多分まああのいつできるんでしょうねうんまあだから友達じゃなくてもまあこういう風にできるつできるってことですねうんそう,そう久保さんも友達外しました <laughs> そうでもなんかね14人ぐらいなんか残ってるんですよこのじなんか14人はなんか自分の管理画面に出てこないですよね外せないんですよ14人誰やねんみたいな0友達0人にしたいんですけど まあでももうね、全部外したんで、ある程度外せるやつは。もうなんかメッセージ、DM みたいなのが来なくなりましたね。うん。そう。もうだからもう、久保専用アカウントですね、これは。鉄郎専用アカウントになりました。この Facebook。なかなかなくないですか今度、これね、これネタになるなと思って、多分、おそらくですよ、Facebook を使っている人で、 おそらく久保さんと僕のやりとりをしている、メッセンジャーでこのやりとりをしている人って絶対いないですね。だってこのメッセンジャーのやりとりが URL のみじゃないですか、基本。このコミュニケーションって多分僕と久保さんしかないと思うんですよ。これ、あおなんか遡ってると面白いなと思って <laughs>。だって URL のやりとりじゃないですか。これ異様ですよね。なんか気持ち悪いな、みたいな。何なんだこれ、みたいな。 これすごいっすよね。ちょっとこれ動画のネタにしようと思って、あの、近々動画のネタにさせていただきます。この、久保さんとのやりとり。<laughs> 無限に続くこの URL のやりとりっすね <laughs>。はい。ありがとうございます。多分、まあ、世界で、Facebook を利用してる人の中で、世界でたった僕と久保さんしかいないんじゃないかなと。まあ、ちょっとはやってる人いるかもしれないですよ。ちょっとはね。でも、全部がこれっていうのは、 多分ないっすよね <laughs> 異様ですよね、はいってらっしゃい